はい、ということで、スノーボード8チャンネル今日もやってまいります。今日はですね、朝一のホームゲレンデにやってまいりました。昨日はもう春みたいな陽気でシャバシャバになりました、雪が。ということは今朝はこの通り、雨のお氷のようなバーン状況になっております。まあこれを狙っていたんですけれども、はい、ハーフパイプの壁も光ってますね。そしてリフトは朝一、今作動の方々が、リフトを出しております。はい、先頭に並ばせていただいております。はい、ということで今日も、やってまいります。安全に最も配慮した最高速チャレンジということで、スノーボードで一体何キロ出すことができるのか、プロスノーボーダーの私が朝一の誰も滑っていないバーンを何キロで滑走することができるのか、アプリを使いまして滑っていきます。バーン状況は固めでいい感じです。先頭に並んで一番乗り、リフト乗っていきたいと思います。はい、ということで今朝のバーン状況ですね、ちょっと曇りで見づらいんですけれども、どうでしょうか。テカテカしてるの分かりますかね。昨日はだいぶ雪が緩みましたので、夜のうちに冷えてパリッとしたバーンになっております。これなら出るんじゃないかということで、今日は朝一から並んでみました。はい、いいですね、出そうですね。今日のバーン状況はこんな感じです。今日のアイテムなんですけれども、今日はもちろんカットバスんでオクセス乗ってきました。オクセスに、プレートは T プレートエグゼクティブモデル、これももうおなじみですね。やっぱりカットバスにはこれがあると安心感がだいぶ違います。全然バタつきませんし、相当振動も吸収してくれます。安心して飛ばせます。バインディングはトラックスの XF、 オクセスはラウンドですね。ラウンド形状で159です。こんなマテリアルで今日はチャレンジしていきます。リフト2本目乗り継ぎまして、上級者コースまで来ました。こんな感じですね、パキッとしたバーン。誰もまだ滑っておりません。では行ってきます。はい、ということで、上着を脱いで気合を入れて、あとは空気抵抗をね相当減らしてチャレンジしたんですけれども、そんなに伸びなかったと。次はですね、もう GoPro をヘルメットにマウントして、やっぱりこれ持ちながらっていうのは結構ポジション的に影響があります。なのでこの GoPro、 これをヘルメットにマウントして、体はもう自由な感じ、フリーな形でチャレンジしてまいります。それで一体何キロ出るのか見ててください。
はい、ということで最高速チャレンジやってきたんですけれども、ちょっと狙った速度までは達することができませんでした。まあ、言い訳させてもらうと、山頂に来たら向かい風だったと。まあ、向かい風を切るつもりでね、上着も脱いで相当低くなってチャレンジしたんですけれども、思ったような数字は出ませんでした。悔しい。今日絶対出してやるっていう気持ちで来たんですけど、まあ深追い次第、これも安全のうちの一つの心得だと思いますので、深追いしないで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録なんかしていただけますととても嬉しいです。またスノーボードの動画などいろいろ上げていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた。